ございます。東京本間門教室、藤井聡です。 MC の佐々木ひとみです。この番組では SNS 全盛の時代、玉石混交のニュースから真実を見抜く本間門の視点をお届けしていきます。さあ先生、始まりました、はい、はい、そうですね、まあ、いろんなニュースが今出てますけれども、はい、やっぱ今日はね G7 の話をまあしようと思うんですけど、はい、まあ、それともね関係するんですけど、先週、まあ、国会がねで決議された話ですけれど、はい、ウイグルのね、あれ人権の中国の問題あるじゃないですか。 ありましたね、うん、で見送りされたんですかね。そう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 、はい、でも世界中がそれ、まあ、特に G7 の主要国はみんなそこ非難してましたし、はい、で G7 の中でもそれものすごい非難してて、でやっぱりね日本国民の中でもそれから世界からもですね、はい、日本国家としてやっぱりこう非難決議出してほしいという声がちょっと大きかったはずなんですけど、こう見送りと、あの、うん、G7 では、うん、菅総理は、うん、もう先頭立ってやっていくぞと、うん、ね、おっしゃってましたよね。まあ、唯一のアジアの G7 の国だしね、隣だし、やっぱちょっとよりきつくいくのかなと、うん、ましては尖閣なんてあるんだから、あ、行くのかなと思いきや、え、みたいな。あれ、先生ちょっと肩が、あ、肩じゃない、肘が、あ、こっちでもいいですよね。ちょっとこうそんな感じになりましたよね、はい、うん、でこれがね相当僕はまずいことじゃないかなと、はい、いうのをね今日はねその G7 の話がっつりお話しながらね解説していきたいなと思っているんです。世界の中の日本の位置がちょっと気になっていきますよね、うん、そうです、本当にそうです。では早速参りましょう。本日のテーマはこちらです。 G7 本間門の話、対中国包囲網と日本の役割。 CM の後たっぷり伺っていきたいと思います。今回のテーマは G7 本間門の話、対中国包囲網と日本の役割です。まあ、今日は G7 についてということなんですが、はい、うん、そうですね、はい、イギリスのコーンウォールで6月11日から13日にかけまして、うん、はい、先進7カ国首脳会議 G7 サミットが開催されました、はいはい、藤井先生はこの G7 サミットをどうご覧になっていますか。これはね僕今日改めてこれを話したいなと思ったのはね、はい、まあ、サミットっていつもあるじゃないですか、ええ、だからまあいつもの一つが終わったんかなと思ってらっしゃる方多いと思うんですけど、僕はね今回のサミットはね本当に100年どころか1000年単位でね、はい、見た時の歴史の中で世界史の中で特に重要なサミットになったなと、そんなふうに思ってるんですよ。インパクトがあったもんね、うん、そうですね、はい、非常にねこう歴史の大転換点を象徴する、まあ、3日間ね、はい、だったかなとこう思うんですね。その理由聞きたいです、うん、いやそうなんです、今日ね、はい、そのデータをちゃんとお示ししようと思うんですけど、まずやっぱりまあ、トリペンの話で恐縮ですけど、はい、まあ、G7 っていうと、まあ、あの主要な先進国が7つ集まって、まあ、そこの首脳の方がお話しするということですけど、これ、まあ、何かっていうと、まあ、1973年に、オイルショックがあったじゃないですか、はい、あの時に経済がすごい混乱して、まあ、それをきっかけに、この混乱を収めるために世界の首脳が集まって議論しましょうと、はい、で最初5カ国だったんですけど、まあ、そこでもうその頃からも日本が入ってて、すごいですよね、うん、すごいことなんですよ、はい、あの先進国の5つの中に入ってたぐらいですから、で、まあ、7カ国になって進んできてるんですけど、はい、この7つ選ばれた時っていうのは、まあ、GDP ってあるじゃないですか、はい、その所得ですね、それぞれの国の経済規模、はい、今までも何回も、ね、やっていきました、ねはい、この当時の1番から7番目の国をまとめたんですよ。おー、じゃあ本当にそのトップ7の中に入ってたってことですね。本当にそうなんですよ。で今でもねこれ、まあ、中国が強くなってきたり、その G7 の影響力弱くなってきたなんて言いますけど、はい、今でも全世界の経済圏の 45% を占めてるんですよ。すごいですね、うん、だからねまだまだ非常に強いんですよね、はい、じゃあ具体的にどういう国なのかっていうところから、まあ、見ていこうと思いますけど、まあ、これもね皆さんご案内の通りだと思いますけど、まあ、このアメリカ、イギリス、日本、カナダ、フランス、ドイツ、イタリアと、はい、まあ、こういう7つの国なんですね、うん、で、まあ、当然ながらアメリカが一番 GDP 強くて、この中では次が日本が GDP 強いんですよね、はい、で、まあ、こう主要な7カ国っていうことがあるんですけど、でね今回ねこのね招待国がねこの4つなんですよ、はい、オーストラリア、インド、韓国、南アフリカなんですけど、はい、この陣容を見るとね完全に浮かび上がるのが、これはね完全中国包囲網なんですよ。そこに結びついてくるんですね、うん、まずねそのオーストラリア、インドと、はい、これ日本、うん、アメリカ、ね、こういうのこれがクワッドって言って、
はい、今その中国を抑え込もうとするある種の連携を図ろうとしてるね、これ安倍さん主導で作られたとこう言われてますけど、はい、そういうね G7 の枠とはまた別に作られてるクアッドのメンバーが2つ入ってるんですね。でさらにね、はい、そうなんですよ。で韓国っていうのこれすごく大事でね、韓国っていうのは米軍基地があるじゃないですか、はい、で韓米同盟があるわけですよ、うん、で北朝鮮とずっと対峙していると、で北朝鮮の裏側に中国がいると、はい、まあ、要するに昔の、まあ、冷戦の時代からずっと引き継いでるね、まあ、共産圏とそれから西側諸国との最前線基地がまあ韓国だったわけですね、はい、でそこで韓米の同盟があって、で日米の同盟もあるじゃないですか、はい、で日韓っていろいろと外交的にややこしいことがありますけど、そうですね、ただこの半島、この東アジア極東のですね、うん、安全保障においては日韓米のこの3カ国のある種の広い意味での軍事同盟っていうのが中国と向き合ってるんですよ、うん、なるほど、はい、だからねこの G7 っていう枠とに加えてその日米韓の軍事同盟とある広い意味でのね、それとクアッド、日本とアメリカが入っているそのクアッドのまあある種の連携の国々が呼ばれてるわけですよ。だから中国に向いてますね。そうそう、でねこの国々見てみるとなんでそこまで抑え込もうと思ってるかというと、まずアメリカ、これはもう今米中新冷戦なんて言われてますよね。そうですよね、あの2月の本間門の話、うんうん、中国本間門の話でもご紹介させていただきましたよね。これはもうガチで、ね、敵はロシアだったのが、はい、もう今やもう中国に完全に移って、まあ、経済、軍事、政治、外交あらゆる側面で中国とアメリカという2大スーパー超大国がねこうバトルをやってる状況ですよね。でこの G7 の、まあ、ある種、まあ、リーダーっていうかね、はい、うん、まあ、そういう言い方がいいかどうかは別ですけど、まあ、でも今回ねバイデンさんもやっぱ先頭立って話されてましたしね。でしょ、で次、まあ、あの老舗のイギリス、はい、これはやっぱ香港でも頭切れてるわけ、来てるわけですよ。何してくれてるんだとうちお宅に返したけど、はい、返す時約束したやないのと、うん、ちゃんと一国に制度にして民主主義守っておくれやすと、はい、でそこで民主主義守ってもらうことで西側諸国がそこで自由に行き来をして、ある種この西側諸国イギリスの権威を中国の中に、まあ、土手っ腹っていうんですか、はい、でちゃんとずっと置いといてのしたらあかんぞという監視的地域という位置づけがあったわけですよ、はい、そこをもう、まあ、中国の領土とはいえ、まあ、広い意味で言って侵略した、これが今回の香港問題になってるわけですよね、はい、中国は自分たちの国の一部だっていうふうにおっしゃって話してますもんね。そうです、はい、でこの7カ国のうちの中心2カ国がもうそれでも中国ふざけるなということになってると、はい、で日本もね本来だったら、まあ、ここはなかなかね曖昧で中途半端なんですけど、日本これ後でちゃんとだって非難決議もでけへんかったぐらいの腰砕けというか、はい、今回の ね決議の見送りありました、まあ、腰抜けというかまあいうところがまああるんですけど、本来的に言うと中国に直接領土を狙われてるのは日本だけなんですよ。ああそっか、ね、だって近隣だから、はい、すっごい近隣で、うん、でもう尖閣取りますせと。そうですよね、もう何日連続だっていうぐらい来てますもん ね。だから本来だったら腰砕け捨てるんじゃなくて、もう徹底的にふざけるなと切れなあかんようなところなんですね、うん、もっと声上げなきゃいけないんじゃないかと。そうでね、後の国は結構ねちょっと微妙なところあるんですけど、はい、まあ、ドイツとかイタリアはかなり、うん、中国さんちょっとお願いしますみたいな。あ、じゃあそこはちょっと対応というかちょっと、ね、反応が違うわけですね。ちょっとビジネスでお願いしますわ中国さんと、ね、習近平さんちょっとまあ頼ますわみたいな、まあ、ところもあるんですけど、はい、それはそれ、これはこれで、それは経済はそうかもしれないけど、この政治の世界ってそれと切り離すという態度をね、やっぱりね、まあ、ヨーロッパの国々ですから持って、だからドイツイタリアはどうなるかなってちょっとまあ気にはなってたところはあるんですけど、はい、まあ、それでも今回ねものすごく後でお話しますけど G7 全体として中国と徹底的に対抗して抑え込んでやるぞという意思をね強く出したっていうのはやっぱりね、まあ、ヨーロッパとしてはそのお金の問題よりもやっぱメンツとかそれからその筋を通すと、政治的筋を通すことをまあ優先したんだなっていうのが見えてくるんですよね、はい、さて、まあ、こんな状況になってる背後にあるデータ、はい、これをちょっとねまずお示したいんですけど、これはもうまあ前回もねお示ししたグラフ です、ね、はい、ですけど、はい、まあ、これはその、まあ、GDP、 これはここからここまでが現状、
ここからここが予測値で、うん、まあ、これ予測はうちの兄弟で簡単に線形予測したものですけど、まあ、これで見ると、まあ、GDP がねそのずっとアメリカも伸びてるんですけど、はい、中国の伸び率が、まあ、えげつないので急に本当に一気に上がりますよね。でもう今でもだいぶ中国はアメリカに肉薄してるんですけど、もう30年前半ぐらいにはもう抜くだろうと、はい、いうことが予測されてて、うん、でこれがコロナ前でこう予測されてたんですけど、はい、もうコロナによってあのアメリカの伸び率がちょっと下落したので、これ20年代後半27年とも言われてますけどに中国がアメリカを抜くんじゃないかっていうシンクタンク予想もあるぐらいです。はい、もうすぐですね。そうです、うん、でまあちょっとおまけまで言っておきますと、我が国日本、はい、もうのんべんだらりのんべんだらりこれ最初見た時にすごく悲しくなりました予想がー伸びてんのにもう非沈む国のもう日本っていう字も裏切ってるやんみたいな日の元の国どこ行ったんやみたいな、ね、ここ笑っていいのかどうかがちょっと、日の沈む勢いなんですよちょっと悲しくなりますけれども、ね、だから経済が抜かれるっていうことの裏に軍事的にアメリカが中国に脅威を感じてしまう、はい、で軍事的に圧力をかけられてしまう、そうするとアメリカの国益を守られなくなるんですよね、はい、それを恐れてるわけですよ。でね、これがまあ今の短期的な政治学的に見てもそうなんですけど、歴史学的にね、はい、考えたらね、このグラフを今日はね G7 本間もんの話の中心グラフとしてご紹介したいグラフなんですけどね、はい、あ、私初めて見ます。これね変わったグラフでね、はい、すごくなんか色鮮やかって、うん、そうそう思っちゃうんですが、ね、まあ、アメリカの、まあ、あの某あの研究者が作ったグラフでね、はい、これ、西暦元年だいぶ遡りますね から今日、はい、から2050年までの全世界の GDP を推計したものなんですよ。そんなことできるんですか。これいろいろね資料を使って、はい、まあ、いろんな人口何人だとかでそこでどういう経済活動あったかとかっていう歴史的な資料いっぱいあるじゃないですか。それに基づいて推計をしてるんですよ。それでねこれちょっとまあ変わったグラフで、ここが西暦元年で、はい、ここがね産業革命なんですよ。はい、ここ1700年、うんうん、でこっからこれ今ここって書いてますけど、この1700年から300年間がここ、はい、でこれが未来っていうことなんですけどね、でねこの濃い、まあ、赤っていうか、うん、紫っていうか、これが中国です。中国、あ、結構大きな、はい、シェアを占めてますね。西暦元年頃って言ったらね、世界全体の GDP の3分の1ぐらい占めてるわけですよ。そんなに。そうだからやっぱり中国ってだって全官交換とかやってね、はい、あのユーラシアのあんだけの地域を支配してですよ、それでもう宮廷いっぱい作ってですよ、で農業改革だっていっぱい技術開発もやってね、はい、すごい強かったわけですよ。でその状況がね実はね1700年続くんですよ。あ、そんなに長く。そうだからね、もう西暦の2000年っていうのは、はい、ほぼほぼ中国とインドの時代だったんですよ。それが劇的に変わるのが産業革命なんですよ、ね、本当にあのグラフでも見ていただくと分かる通り、うん、ちょっとどんどんと変わってきてますよね。この、ね、産業革命でイギリスを中心にね、はい、その要するに蒸気機関車ができて、それで近代的な生産で大量生産で近代的な国家が作られて、大量生産大量消費、それで資本主義っていうのができてって、はい、で船ができたりで鉄道ができたりとかしてったわけですよ。でその力を使ってヨーロッパがぐーっと伸びていくんですよ、はい、もうこんだけだったものがガッサーこんだけ伸びてでかくなっていくんです。でアメリカもできてくるんですよ、その頃、はい、それでもうで日本もそこから強くなっていくんですよ。日本強くなるのはやっぱりね日清戦争からですよ。で日本は日清日露に勝って、はい、でガーッと強くなってって、まあ、太平洋戦争に負けるんだけど、大東亜戦争に負けるんだけど、まあ、その後も戦後の復興を遂げて日本は大国化していくんですよ、はい、でね僕らが生まれた、僕1968年生まれですけど、この辺で生まれたんですよ、はい、あ、じゃあ先生いい時代ですね。そうそう、日本がねだいぶでかいんですよ。日本は経済大国だ。いい、そういう時代経験してないので羨ましい、ね、若いから昔はねよかったんですわよくそういう話聞いて。ところがね、今さっきも見たように中国伸びてきてるでしょ、はい、でヨーロッパがなんかちょっと具合悪いじゃないですか、リーマンショックとか。そうですね。でコロナじゃないですか、はい、で日本今消費増税からの
デフレからのコロナからのもう日沈む国のもう経済的にも本当に沈む3世と見上げてられないみたいな登ってほしいもうね、もうそんなことになってるでしょ。で全部そうなんです、はい、でそれで、ね、もうここの国がね、こっから今ここなんですけど、ちっちゃくなり始めて、これ2050年までこの研究者の予想では、はい、もっとちっちゃくなるんですよ。まだまだそうで、アメリカもちっちゃくなって、ええ、でその代わりまたね、中国インドが乗してくるんですよ、はあ、また幅が広がってますね。そうそう、でそれでだから要するにね、これあの没落地域なんですよ、日米欧って、はい、でその中心国家が G7 なんですよ。だから G7 対、うん、まあ、インドってちょっと微妙ですが、ちょっと今回置いておきますと、はい、中国対日米欧のね、旧勢力っていうか、まあ、歴史的に言うと 最近だけの、まあ、20世紀前半だったら 前後ぐらい の支配国家地域が G7 なわけですけどね、はい、この G7 対中国の戦いっていうのは歴史的に避けられないんですよ。なるほど、今までの流れがあるわけですよね。で中国は当然もう一回昔の栄光を取り戻したいと思ってると、はい、で G7 はふざけるなと言って、ここでもう戦いが起きないわけがないんですよ。なるほど、でだから、はい、まあ、こんなことになってくるんですね。先日行われました G7、はい、首脳会談、はい、ね、これあのまず最初にウイグル香港の、まあ、人権問題、これあかんぞと G7 で決議をします、はい、で、ね、東シナ海、南シナ海、それから台湾問題、台湾問題、うん、台湾海峡のお話が盛り込まれましたよね。そうそうそう、これ初めてですから、はい、でそこで軍事的なバランス見直して、暴力的なことしたらあかんぞと釘を刺したわけですよ。でさらにそれを裏付けるためのインフラ新構想と、うんうん、これも最初なんですけど、はい、もうここで、ね、もう世界中の今投資をね、中国がやってるので、それでも中国が強くなってきてるから、うん、G7 が中国の代わりにやるんだということを宣言したわけですよ、はい、うん、でこれに加えて、まあ、コロナ、環境、北朝鮮、ミャンマー、ロシア、まあ、東京五輪、こういうことも、まあ、言われてるんですけど、要は、はい、中国ふざけてたらあかんぞと、お前抑え込むぞという宣言になってるんですよ。メッセージが本当に盛り込まれてるっていうことなんですよね。で G7 で初めての試みなので、はい、だからね、もう歴史的には対局的にはこの流れがあるじゃないですか、この戦いの火蓋が切って落とされたってことなんです、はい、G7 対中国の戦いの、そういう意味で歴史的に極めて大きなサミットになってるっていうのが、これ僕の解釈なんです、ね、なるほど。アメリカがもうこう言ってるんですよ、はい、バイデンがね、もうすごいこと言ってるんですよ。民主主義と世界中の独裁政府との闘争だと。ほー、これはっきりとおっしゃったってことですよね。これ要するに中国名指ししてるようなもんですよ。お前らは独裁政府だと。で中国の野心的で強硬な振る舞いは安全保障に、まあ、我々の、ね、同盟国の安全保障に構造的な調整をもたらすと、はい、だからもう中国のもうすごい強硬なもう振る舞いというのは我々に対する挑戦威嚇であると、はい、で我々それに徹底的に対抗するぞと言ってるんですよ、うん、ついにそういう時代になったな。そしたら当然中国どういうかというと、こう言うんですよ。やっぱりどうやらね、中国から見るとアメリカはね、病気らしいですね。お、ちょっとすごいですねこれちょっと訴えられんちゃうかぐらいのね、もうあいつちょっと精神病んでるぜみたいな。この中で日本どうしなあかんかっていうのは腰砕けなんですけど、本来やるべきことは何なのかっていうのはね、後半でしっかりお話して、今どれだけ腰砕けなのかも解説したい。もうよくわかりました、はい、本当に世界中が今中国に本当に注目していて、はい、うもう世界の歴史がガラガラ変わってるんですよ今。この後の話も楽しみです、はい、G7 本間門の話、対中国包囲網と日本の役割、番組後半では G7 のインフラ構想についてたっぷり伺っていきます。東京本間門教室ゲストのコーナーでございます、今月6月のゲストは格闘技団体リングスの主催で、こういったご本も出しておられる前田明さんにお越しいただきます。よろしくお願いします。今日もどうぞよろしくお願いいたします。前半では、はい、この日本人はもっと幸せになってもいいはずだ、はい、まあ、この本の中に書かれている思い、はい、まあ、そういったところをお話しいただいて、はい、やっぱり日本人っていうのはもう外国の先進国に比べて不幸なんじゃないかと。そうですね、はい、もっと幸せになれるはずなのに、はい、まあ、経済大国って言われながらどん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 貧困がはびこってるし、はい、で働き方改革なんて言われてますけども、はい、全然働き方良くならないし、はい、これ不況が続いてるからっていうことですし、はい、で政治が国民守るのかっていうと
守ってないし、そうですね、はい、そんなねお話を伺いましたけど、やっぱり今一番危惧される事態って何ですか？いや直近でやっぱ一番心配なのは南海トラフですね。そうですね、はい、なんかね、うん、知れば知るほど恐ろしい話で、いやそうです、はい、でそれを なんでメディアも何か言わないかなって、うん、でつい先はトカラ列島で群発地震あったじゃないですか。はいはいはい、ありましたね。でその何年か前に日向灘沖でも地震あったんですよね。はい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 、でこの2つはですね、うん、2013年に、うん、南海トラフが話題になり始めた時に、うん、NHK とかでも特別番組で見てられてて、あの時はねよく番組があって、でそこでね NHK に出たその地震学者がよく、うん、もう、うん、トカラ列島の群発地震と日向灘のうん、地震があった時は南海トラフのが来るっていうサインだと、前兆だと、うん、って言ってたんですよ。で今回南海トラフ来てるのに誰も言わないですよね。あ、今回外からレッドがこれはやばいっていうの誰も言わないんですよね。そうですね、なんかねどうなってんのかなって、なんかね、うん、これ本当ね、僕もね南海トラフ地震って、まあ、子供の頃とか知らなかったんですけど、はい、いつだったかな、20代ぐらいの時とかに聞いて、はい、いやそんなことないやろうと思ったのはね、はいはい、その要するに九州の沖から伊豆の沖まで全部岩が割れると、はい、おいですごい地震が起こって大津波が来て、はい、もう日本列島の西側全体が、はい、まあ、津波に飲み込まれて大揺れになると、はい、そんなことないやろうと思ったんですけど、調べれば調べるほどほんまやと、歴史的にこれ何回も起こってて、そうですね、うん、鎌倉大仏が収まった大仏でもあれ津波で流されたって話ですもん、ね、ああ、あれそれが津波で流されてるやっぱり30メートル以上の津波ですよね、うん、やっぱりね、これね本当でね、はい、僕そのとは聞いても、はい、ほんまかなと思ってたんですよ、感覚的に、はい、その工学的に理学的にそうだって聞いても、でも2011年の東日本大震災が起こって、いやほんまに南海トラフ来るんやと思って、まあ当たり前なんですけど、で津波ってこうなるんやってね、もう本当僕はね肝が冷えましたね。いやあれはショックでしたね。いや本当そうです、 3.1 兆ね、なんかもうびっくりしましたね。なんかねやっぱり僕あれ、あの地震が起こってすぐ書いたのが列島強靭化論、列島強靭化10年計画って言って、本当は2011年か2021年までで200兆円のお金を使ってもう徹底的に国土強靭化を終わらせておくべきだっていうのをね、3月22日の国会でも提案をして、じゃあそしたら時の野党の自由民主党が藤井君の言うてるのをやろうって言って、それを政権公約に入れて選挙をやって勝って政権ができて、で僕参与になったんですよ。さあこれから国土強靭化に役所使うぞ思ったら、もう財務省にもスリーパーホールド決められて、あそうそう万の字、万の字固めからオクトパスホールでも、絡め取られても全然ガンジグラフ全然できなくて、ね、強靭化全然できてないと実際のところで、首都圏のいろんな機能地方にこう移してったりね、そういうことやるべきだ、でエネルギーもちゃんとどん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 強くしていかないと、もう絶対起こるのが、この間地震が北海道で起こっただけで、はい、北海道全部ブラックアウトしたじゃないですか、はい、南海トラフなんか起こったらそれはもうそこら中でブラックアウトですよ。いや俺もな、もな南海トラフが起こるとちょっとなんとか日本っていうのは国家的な機能を失うんじゃないか、失うんじゃないかと思うんですよね、うん、自分も南海トラフが起こるとですね、うん、もう間違いなくほぼ間違いなく起こるであろうってことはですね、うん、まず世界中が日本を助けないといけないっていう、うん、論調に従ってですね、それを中国が利用して、うん、まず日本国内にいる自国民の救済と、うん、で日本国内にある自分の国のいろんな財産土地とかそういうものの保全と、うん、あと WHO と組んでの、まあ、死体が40万人50万人 できますんで出るかもしれないって言われてますからね、はい、でそれでそこから入る伝染病の貿易っていうのを名目にですね、人民解放軍を日本全国にドバッと入れると思うんですね。これね皆さんありえないと思ってらっしゃるかもしれないけど、実際 3.11 の時、東日本大震災の時、友達作戦でアメリカ軍は来てますもんね。で多分今回はねもうとんでもないことになりますから、もういろんなところで B29 で爆撃されまくったような状況に、三大都市圏含めて東海とか四国とかなりますから、
多分ね、そのおっしゃるようにね、そのいろんな国が救済っていうのはねありえるんですよね、はい、まあ、これねなかなかまあ何が起こるかわからないところありますけど、やっぱり国家を運営するっていうことは、はい、まさかの時最悪どうなるのかっていうのを考えて、 はい、それに対応することが必要ですから、はい、南海トラフなんてもう科学的に来るのも分かってるわけですから、そこでね対応しないなんてもう考えられない。いや中国が来なくてもなんか、うん、世界四大市場 の東京の金融市場がもう機能しなくなるん で、うん、国連主導で何らかの動きがあるんですよね。なんかで日本政府は機能不全になってるから、はい、どうぞよろしゅうとかねやりそうですから。言いますよね。もうだってもうあのこいつらもへたれへたればっかりですからね。そうそう、だからもう学生プロレス以下みたいなやつらですからね。そうそうそう、はい、ほらもう、ね、もう坊ちゃん嬢ちゃんの集まりですからね。ほんまにそうなんですよね、はい、だから、ね、そこが本当戦前に似てますよね。ああそうですね。現場はね優秀な兵隊がいっぱいいるし、ああ今でもやっぱり優秀なもうそれこそサラリーマンの方とか技術者とかいっぱいいるんだと思うんですけど、ああもうここがあかんかったら、これあの永田町用語でこれあのプライムミニスター総理大臣のことを言うんですけど、ああこれが、まあ、とか上司のことをこう言うんですけどね。菅さんはもうちょっと期待しましたけどダメですね。ああちょっとしんどいですね。本当になんか苦学して頑張って首相まで上り詰めたっていうんで、なんか田中家の再来みたいにすごい人になだったらいいなと思ったんですけど、一部ね、そういう言説もありましたけど、はい、蓋開けてみたらなんか竹中復活させてまたゴンガンガン使いだしこれ何やってんのこのおっさんはみたいなちょっとやめてくれって感じしてるんでね。もうこれめっちゃうなずいてる人いっぱいいると思いますよ、はい、今とりあえず本当に。ほんでなんかいろんなニュースの解説とか聞いてるとなんか、はい、このニュースの解説をしてもらうのは何々さんですって、うん、と思ってみたらね、これ吉本の芸人じゃないなんていうかね、日本人って今の専門家が持ってる知見を聞く機会がなくなってるんですよね。いやないです、まあ、コロナに関してもね、はい、テレビに出てくるコロナの専門家たちと、はい、僕が知ってるガチのコロナのお医者さんたちとかと全然意見違います、はい、僕らやっぱりその高校の同級生とか、はい、医者いっぱいいるんですよ、はい、だから普通に聞くんですけど、はい、まあ、あんなんテレビめちゃくちゃやん、はい、みんな言う、なんかもう情報統制されてますよね。いやほんまにそうです、情報コントロールってかね、うん、でなんかなんかいろいろ聞いたらプロデューサーが番組やる前にこういうこと言ってくださいね、そうですよ、ああいうこと言ってくださいね、そうです、これはやめてくださいねって、そうです、ちゃんとね上等生するんですよ、ね、もう MX なんてあるペーパーこれだけで2行だけですからもう何にも決めてない。いやこれが本当の仕事ですよほらこうどうぞ2人で喋ってこと何にもスタッフサボりすぎちゃうかぐらいも何にも決めてないもういや自分ねもう、うん、高んな中学校高校生ぐらいの時もずっと選挙、うん、ほとんど出てるもん読んでるぐらい読んだんですよね、うんうん、であの戦記の中に出てくる人たちっていうのは、うん、もう日本軍がやってる戦争の無謀さでみんな分かってるんですよ、うん、ああそうですね、でこれ、うん、間違いなくこれ死ぬんだろうなって分かってるんですよ、ね、うん、分かってるんですよね、うん、分かってていくんですよね、そうですよね、分かってても行くんですよね、そうですよね、だからそのなんていうんですかね、覚悟っていうかね、うん、でそういう人たちがこうやって残してくれた国をね、うん、なんでみんな大事にせんのかな。そうですよね。でね、おかしくなってるのはやっぱり政治が歪んでると本当に国民を虫けら扱いしますから、はい、政治があかんかったら本当に批判すべきなんですよ、はい、日本人はね、なんか批判することがなんかあいつ怒っているね、悪いやつやなみたいな、はい、こう怒ることが悪になってますけど、はい、違うんですよ、悪いやつを怒ることは善なんですよ、はい、悪いやつにニタニタしてるのは悪なんですよ、そうす、もうなんでこんな簡単なことがわからないっていうね、はい、そうですね、はい、ぜひね、またあの前田さん、この本ね、はい、この本を川木に初めてこの本でご一緒させていただきましたし、これからもいろんなところでいろんなお話をお聞きしながら、まあ今はリングをね降りられましたけれども、この戦いまだまだ続いてますから、ぜひこれからもあの言論会ではタッグを組んでいただけるとありがたいなと、恐縮でございますけれども、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。高橋あさみちゃんの教えて藤井先生、経済に関する気になる言葉を藤井先生があさみちゃんに優しく解き明かします。前回は消費税が上がると実質消費が下がるメカニズムを教えてもらいました、はい、そうね、あの元の値段が高くなるからその分だけズドンと下がる、下がっちゃう、定義上そうなんだっていうことね、うんうん、そうね、でも値段が高くなる、うん、
なって実質消費が下がっちゃうのはすごいよくわかるんですけど、なんで伸び方にも影響するんですか？そうね、じゃあさっきのグラフもう一回見てみようね。はい、これ消費のこの25年のグラフで、この時消費税率が 3% だった時は年率 2.61% ずつ伸びてたと。で増税してドンと下がるんだけど、それからねしばらくね 1.14% しか伸びなくなるのね。あ、本当だ、全然伸びてない。伸び率が半分以下になっちゃってるのね。はー、それからさらにね、また今度ここで 8% にするでしょ。安倍さんが 8% したじゃない、そしたらね年間の伸び方が 0.41% になっちゃうの。全然伸び率が違う。そうそう、 1.14 から 0.41 だからね、まだ半分以下になってるの。でね、ここでまた 10% にしてズドンと下がったでしょ。そしたらねもうね伸び率はねもう 0.1% とか 0.2% になっちゃった。もう全く伸びてない。そう、全然伸びてない。でもね今コロナでめちゃくちゃなってるから、どれぐらい伸びてないかってちょっと今測れない状況にあるんだけど、確かにあさみちゃん言うようにね、増税すればするほど伸び率が落ちてくるのよ。落ちてきちゃうんだね。これね、これなんでかっていうとね、簡単に言うとこうなのよ。経済ってね、お金のぐるぐる回ることじゃない、はい、ぐる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 お金回ってる、でね、言ってみたらお金が流れていくうちにだんだん太くなっていくのよ。おー、だんだん太くなっていく、流れる量がだんだん太くなっていく、だんだん太くなっていって、これが経済成長っていうものなのね。そっか、これね、自然と流れが大きくなっていくの。やっぱりね、政府がお金を供給したりとか、外国からお金が入ってきたりとか、みんながちょっとお金を使うように贅沢になってきたりとかって、普通は経済成長って何かお金を使っている量がだんだん流れていくんですよ、でこのお金が流れていく量の伸び率が成長率なの ね。ところが財務省が消費税増税をして、このお金をストローでチュッて吸うわけですよ。チューってね、チューって吸っちゃうでしょ。ほんしたら伸びようとしてんのに吸われるから伸び方が減っちゃうよね。減っちゃう。だから増税をしたら当然成長率は下がっていくのよ。そう、消費が伸びなくなるから成長率が下がるんですね。そう、財務省が吸っちゃうから、はー、吸っちゃうからその分減ってくるの。ってことは消費税のせいで失われた20年間になっちゃったんですね。その通り、失われた20年っていうのはね、増税のせいで財務省がチューってお金を吸っちゃったことで20年間の経済が失われちゃったのよ。はー。でね、さらに分かりやすいグラフがこれなのよ。これね、さっき伸び率がだんだん増税すると減ってきたって言ってたじゃない。はい、だから、ね、これはね、3% の時代の伸び率 2.61% です。で 5% の時 1.14% です。 8% の時 0.41% です。あ、でね、こういうね、綺麗なグラフが描けるの。こんなに下がってるんだね。そう、だからね、増税すればするほど消費の伸び率が下がっていくから、この関数はね、まあ、ちょっと細かいこと言うけど、これ経量検査分析するとこういう数式が出てきてね。でこれね、成長、消費税率が何パーセントの時に伸び率が何パーセントかって予測できるようになるの。へえ。だから 10% だったら 0.21% になるだろうということが予想されてたのね。でこれでもう 15% したらもうほぼゼロよ、そんなもん。本当だ、そう、全く成長しない国になっちゃ う。だから減税すれば成長できるようになって、僕たちの給料も増えていって豊かになるよっていうことが予想できるのね。あ、そっか。そう、でもこう具体的成長率が下がると、私たちの暮らしにはどんな影響が出るんですか？それはまた次の5分で説明しようかな。あ、次どんな状態になってるか。ちょっと待っててね、ものすごい大事だからね、ここはね、ちゃんと説明します。はい、はい、藤井先生、次回もよろしくお願いします。はい、ありがとう。バイバイ。今回は G7 本間門の話、対中国包囲網と日本の役割というテーマでお話を伺っています。前半では今回の G7 サミットが権威主義国家の暴走を封じ込めようとする20世紀の日米欧大国が結束した結果だったというお話だったんですが、後半はその結束の鍵を握るのはインフラ政策だという点についてお話を伺っていきたいと思います。はい、これもう一度ね、これをお示ししますと、はい、まあ、中国対包囲網を作るにあたって、まず人権問題、はい、これ要するに口で言っていくと、政治学っていうのはね、口の話、言葉の話と、はい、
お金の話と軍事の話のこの3つで政治って動くもんだって言われてるんですよ、はい、でその1つ目はこれは口の話言葉の話でね、これ中国を封じ込めようと、はい、で2つ目はこれ台湾問題とかでこれ軍事の話、はい、で3つ目のこれインフラの話でこれ、まあ、要は経済の、まあ、お金の話にこれ、まあ、なってくるんですよね、はい、で今回のね特徴はねやっぱりインフラ新構想っていうのを大きくぶち上げたところがね、はい、あなるほどやっぱりこれ大きな転換点だなと、これあんまりみんなピンときてないと思う、はい、どういうものなのかすごい気になります、うんね、まあ、台湾は分かるしウイグルの話も分かるけどインフラって何みたいな、はい、でもねこれはね一番重要なと言ってもいいようなこれプロジェクトにこの G7 の中ではまあなってると、はい、でこれなんでかって言ってもともとね中国がねもう大戦略をやってるんですよ今世界を、まあ、覇権を握るためにね、それがあのかの有名なこの一帯一路、ね、一帯一路、はい、これはね、要するに、まあ、中国ですよね、中国とヨーロッパをこう陸路と、まあ、海路で、はい、これ一帯一路とこう言うんですけど陸路と海路で、まあ、結んでいこうという構想なんですよね、はい、なんか昔あったシルクロード、うん、そうそれの現代版という感じですかね、まさにおっしゃる通りでもう21世紀のシルクロード、しかもそれ海のシルクロードも作っていこうということになってて、はい、すごいですね、陸から海から、そうでこれはねものすごい構想でね、あの関連する国家数は100個、もうだってもうねユーラシア全体を巻き込んでるわけじゃないですか、すでにもう 100カ国が関係してるんですよね、はい、でね、あの人口規模はねその100カ国の人口規模は 60% 全人口の、うん、で経済も 30%、 ほう、まあ、そこは G7 はね、まあ、45% だから、はい、7つだけど 45% っていう意味で、まあ、経済規模はまだ 30% なんですけど、逆に言うとこのインフラを作ることでその 60% の人口を抱えてるところの流動性、はい、移動性が交通が便利になるとねすっごい発展していくんですよ、はい、でそうなるとこの 30% がものの、まあ、数十年で 40%50% になって、まあ、G7 なんてコロッとね抜いてしまうということが、まあ、中国の狙いなわけです。そうなんですね。で実際ねこの、まあ、一帯一路のこの一帯のこの辺の中国のところではねものすごい速度で高速道路作ってるんですよ。あ、そうなんですか、うん、日本はね高速道路っていうと全部合わせて14,000キロ目指してて、はい、全然それに及んでても1万キロとかぐらいしか作ってないんですけど、中国はね年間8800キロずつ作ってるんですよ。年間で、そう、日本が半世紀かけて作ったものをまあ14ヶ月ぐらい作っとるんですよ、ずっと工事してますね。ずっと工事してるんですよ。どん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 インフラ作ってるんですよ、はい、でインフラを作って、そしたら作ったとこどうなるかっていうと砂漠に道が通るでしょ、はい、そしたらねやっぱりこう移動する人どっかで休みだなるじゃないですか、だからねちっちゃな村がね町になってるんですよ、はあ、町づくりにつながってるんですか。で町になって大都会になってくるんですよ。だからね一帯の周辺に100万都市がボッコンボッコンできてるんですよ今。そうなんですか。でボッコンボッコンできたらそこに人が住むでしょ、で仕事ができるでしょ、はい、所得上がるでしょ、そして需要ができるでしょ、はい、経済成長するんですよ。じゃその国の経済効果につながってるんですか。そうものすごいね、もう中国はそれでねものすごい発展してきてる鍵は実はインフラを作ったからなんですよ。でもこれってね当たり前で、アメリカが今スーパー超大国になったのは、フェデラルハイウェイを全米に作ったからなんですよ。フェデラルハイウェイ、そう、もう全米各地に超スーパー高速道路も、まあ、作ったわけです、はい、これをねもうニューディール政策っつってね、あ、ニューディール政策、ね、あったでしょ、ありました、ありました、対戦の前後とかにあったじゃないですか、はい、あれガーン作ったんですよ。でねさらにね恐ろしいのがね、ユーラシアってつながってるじゃないですかヨーロッパと、はい、よその国と、だからあ、そしたらこの道路も全部ぶっ通しで作ったらこれでもう支配権獲得できるぞと、ほう、でお互いウィンウィンになっていくし、はい、でさっきちょっと足並み揃ってるんですかというご質問で、いやちょっとイタリアとドイツちょっとやばいんですよねって言ってたじゃないですか、ちょっとね、うん、方向性が少し違うかなと。それはね中国に経済的に依存してるからなんですよ。道路でつながっちゃったらね、はい、すごい強い国に対して弱い国は依存するようになるんですよ。なるほど。でいろんなものを買ってくれるから、はい、だから中国さんが切れたらお前と付き合わへんや言ったら工場で作ったものが売れなくなるわけですよ。ううすだからいやちょっと行わんといてってなるんですよ、まあ、
まあ、夜のお店とかでお客様怒られたら、お前来ねえよって、あ、怒らないでってなるじゃないですか。マネと一緒です。あのお客さん金持ってる方が、金払ってる方が強いんですよ。なるほど。実はね、売ってる方意外と弱いんですよ。そういうご経験もあって、ね、いやいや、僕はそんなことはないです。そんなことはないですけど、話を戻さないと。一般論としてですよ。一般論としてやっぱりね、金出しの方が強いから、中国が買ったるわって。で、今いっぱい買ってくれるじゃん。日本だって今ものすごいいろんなものを輸出してるじゃないですか。はい、輸出依存なんですよ。なるほど。だから、ね、中国に怒られたくないっていうので、まあ、ひよってるところがある、はい、でそれを海側もこれやってるわけですよ。そちらもやっていて、そうそうやって、でね、このね、海側の方なんかこれね、なかなかね、えげつない商売やっててね。あ、そうなんですね。この間ね、大阪で番組やってたらね、某、出演者の方は、え、この一帯一路のやり方って俺、何は金融道じゃないですかこれ。要するに、まあ、うちの国はちょっと違いますけど、うん、まあ、要するに金貸す、依存させる、まあ、金利むさぼる、ほいで返せなくなる、はい、支配するなんですよ。じゃあ本当に悪循環。そう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 。でね、もう今それいっぱいやってるんですよ。もうこの辺の国ね、みんなね、小国なので、はい、港欲しいんですよ。でね、まあ、できるじゃないですか、はい、でできたら当然、あ、お金返してくださいって中国言うわけですよ、うん、いや、ちょっとお金ないですってなるじゃないですか、はい、それは困るなと。え、こうなるんです、はい、いや、それは返してもらうと、お金返して、そりゃあんた返してもらえんが取らあかんわと、うん、いうことにこうなって、でどうしたらいいですか。ああ、そしたらそこの利用権俺に貸せよ。え？っていうことで支配していくんですよ。なんか罠ですね。罠。そこが何は金融道的な話って、ね、借金債務の罠みたいな。そう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 。これね、こんなことが実際に起こってるんですよ。はい、中国に、まあ、運営権を植民地同然でスリランカのハンバントタ港が、はい、もう譲り渡されてるんですよ。あ、もうすでに。そうそうそう、うん、これあの産経新聞の見出しそのままこう書いただけですけどね、はい、でも実際にこの港っていうのはそうやって作られて、うん、それでお金返せなくなって、まあ、実際中国の植民地にまあなってしまってるよっていう記事なんですよ。なるほど。こうやって世界が中国の言いなりになっていくのをこれ見過ごすわけにいかんと。だったら中国がお金を貸して作るんじゃなくて、我々もお金持ってるんだし、はい、で我々ゼネコンとかいっぱいあるんだし、で貸して作って、中国と同じことで、しかもそんなね、だから悪どい感じではなくて、公正中立にね、こうやっていこうじゃないかというのが、このインフラ新構想と呼ばれるものです、はい、でそこでね、そう言ってるのがこれなんですよ。ビルトバックベターワールド構想、はい、ちょっとややこしいですけど、これね、世界のより良い再建構想とこう言われててね、これあの、まあ正式にはビルトバックベターフォーザワールドなんですけども、はい、要するにこうビルドバックベターっていうのは、こうダメになってきたものを再建しましょうと、はい、ビルドバックのベターだから、うん、で再建しましょう。で、ね、それをね、ずっとアメリカはずっとやってきてたんですよ。でそれをね、今度はフォーザワールドだから、ビルドバックベター再建するの、世界のために再建していこうじゃないかと、はい、でこのビルトっていうのはこれね、インフラストラクチャー、インフラを要するに道路、もう G7 版の一帯一路構想っていうんですかね、そういうものをしっかりと全世界に作っていこうと。それで中国の覇権というものを弱くしていって G7 の その影響力を高めていこうという戦いになってるわけですよ。はい、じゃあアメリカは本当他の国とちゃんと連携をして、そうですでこういったインフラの新構想を対中国でやっていこうということなんですね。でその時にこれ世界銀行がね、はい、試算した数字がこうなんですよ、ええ、もう全世界の途上国にはインフラ需要が4300兆円あると。はい。そんなに。そう、やっぱりね、途上国とかね、行かれたら、いや道路不便やなとか、道穴ぼこだらけやなとか、はい、電車も遅いなっていっぱいあるじゃないですか、衛生も良くないなとか、でそういうところをね、本当文明化していくためにはね、やっぱりすっごいお金が必要で、うん、でそれを全部試算すると途上国だけで4300兆円のがあると。でこの需要を中国はつこ取るわけですよ。なるほど。でこれで貸してあげるわと、うん、で貸してで作ってあげるわと、はい、いうことで、で返せよあったら、あの返せよほら、うん、こう、もう書かせよお前ってこうなってる、はい、そうじゃなくて、この4300兆円は平和にどん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 レベルを上げていってあげようと。それを G7 を中心でやってったら、中国の経済影響力並びに政治的影響力を削いで、その分を G7 側に持ってこれるだろうと、はい、
でね、ここでね、中国がやってるのをね、我々日本も見習うべきなのは、お金貸してあげます、作るときにうちの会社使いなさいであるわけですよ、はい、金貸してあげる代わりにこの会社使いなさい、なるほど、そうやってね、その国内産業も発展させていくっていう、いずれにしてもね、日本には経験がものすごいあるのでね、ここはね本当に貢献できるんですよ。しかも一帯一路の脇にいるじゃないですか。はい、確かに。これやらなあかんやんかと。本当そう聞くと日本って本当重要な位置にいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、じゃあ日本ってどうすればいいんですか。はいはい、よくぞ聞いていただきました。気になります。まとめてきました。ありがとうございます。これ G7 を受けてね、やっぱこの3つやらなあかんやろと。まず1つ目、佐田さん聞いておいてよ、ちょっと佐田さん聞いておいて、総裁聞いておいて、ウイグル人権対中非難決議をしてください。虚しい。これね、経済は経済、オリンピックはオリンピックだけど、だってそんなことと人権とは関係ないじゃないですか。はい、確かに。ウイグルの方々の人権が蹂躙されてることを問題だと国家として言うことは、国家の大義にとって絶対必要ですよ。はい、しかも G7 で行け、言えって言ってるわけですから、 G7 のメンバーとして足並みを揃えるためにも僕は決議すべきだったと思いますし、今からでも遅くはない。うん、今からでも日本がどういう意思なのかって示すことがまず大事ってことですよね。そうです。これがまず一つ目、うん、で二つ目がインフラ新構想の中心国家になるべきだと、はい、でこれは日本にはものすごいインフラ技術があるし、でしかもまだまだ日本はデフレっていうのもあるし、お金がいっぱい供給できますからね、はい、G7 のインフラ新構想の枠組みでしっかりと投資をしていく、はい、そしたらどうなるかって言ったら、その日本とその国の友好関係ができるでしょ、はい、で感謝もされるし、で友好関係もできるし、でそうなったら日本のビジネスマンのビジネスもしやすくなる。しかも G7 からすると、あ、日本よくやってくれてありがとうということで G7 の結束も強くなる、はい、でそれをやることで中国の一帯一路構想でやろうとしていることに対して出花をくじくことにもなるから、対中国、この間議論した好中論、はい、中国に対するレジスタンスもできるでしょ、しかもそれに関して日本の国内産業が協力していくことができたら、はい、もうこれは不況で長らく苦しんでいる日本の国内産業もうしっかりと活躍できる場が出てくる、はい、ええことばっかりなんですよ。ですね。これやったらええやんと。日本がそういうふうに意思を示すことによって立場もはっきりしますし、そうやったらええのに、この1番目と同じように2番目も何も言うてる。ちょっとなんか今放送事故かなみたいな。で3番目はこれ前も議論しましたけど、はい、アジア地域の安保のハブ構想、これね、あのヨーロッパは NATO を中心にやってくれとアメリカは言っている、で東アジアは日本を中心にやってくれと今アメリカが言っているんですよ、はい、でだからここでしっかりとね、日本の対中国の好中の態度をしっかりと鮮明にして、いや台湾問題に我々はしっかりとコミットしますよと、うん、なぜかというと台湾問題イコール尖閣問題で我が国固有の問題なんだから、はい、自国の防衛のために我々は真剣に頑張りますよと、その時にアメリカさんも協力してくださいと言えばですよ、アメリカも当然協力をする、日米同盟の格好でね、クアッドだってあるんだし、はい、でさらにね、あの後ろに G7 というこの大きな枠組みがあるんだから、でそれで初めてね、これ世界史的にこう今中国がもう昔の地位を取り戻そうとしてるわけじゃないですか、はい、これにね、歯止めをかけれるかどうかが問われてるんですよ、うん、その歯止めをかける一番大事なのは実は日本なんですよ、隣にいるんだから、はい、その時にこのお金の話も言葉の話もインフラの話もそれ軍事の安全保障の話もやっていくべきだと思うのが僕のこの3つなんですよね、はい、ところがね、ところがこうならない予感が、予感が先生の中でもうすでにあるんですね。なんでかっていうとね、はい、前一回ね日本やっちゃってるんですよ。あ、過去を振り返ると、うん、これね、ちょっとね、歴史は語りますか、はい、あの天安門事件って89年にあったの、はい、覚えてありますか、はい、あの天安門広場でその中国の学生たちが戦車に引かれて、はい、みんな死んで撃たれて、死ん、もう、はい、鉄砲を横に撃ったっていう、人民のためにたくさんの死傷者が出たっていう、でそれに対して西側諸国はね、ものすごい反発したんですよ、はい、でね、すごい激しい対中経済制裁をしたんですよ、うん、やっぱりね、そんな国を許したら絶対世界の秩序が乱れると、絶対あかんということで対中経済制裁やったんですけど、はい、中国はねそれが嫌だったので、なんとかこれ許してくれへんかなと、日本ちょっとこうちょこちょこちょこっとやったろうということで、日本に、あの、なんとかしてくれません、日中友好じゃないですか、昔から長くやってるじゃないですか、昔いろいろあったから、それ全部うち水流しますから、それが微笑み外交、そう、もうね、徹底的な微笑み外交をやって、はい、で
この G7 のよその国がね、もう徹底的に中国が圧力かけろって言ってる時に、フランスのサミットの時にね、宇野首相だけが、いや、やっぱり中国を孤立させちゃダメだよ、うん、って散々言って、当時日本ってものすごい経済大国だったから、はい、無視できなかったんで、非常にきつい経済制裁ができなくなったんですよ。でそこから日本ねずっと中国にこうお願いしますよって、うん、よしよしやって言って、ほいでずっと G7 に働きかけて、なんとずっと歴史的に実現してなかった天皇陛下の対中訪問を実現させるんですよ、はい、それが1992年です、中国訪問、はい、でそこで中国訪問すると同時に日本一国だけが対中経済援助を始めるんですよ。援助、援助を始めるんです。でこれを転機にやっぱりね、はい、エンペラーですから、英語でそのエンペラーが行かれたということで、西側諸国がそこでねもうしょうがないかと、はい、いうことになって、一気に中国へのもう投資が諸外国が始めるようになったんです。でその中国経済制裁がここで崩壊をしてしまって、でその結果中国が反日外で、それでどん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 強くなっていったんです。じゃあ最初に私たちがもう撒いた種が、うん、そう今こういった結果に結びついてるっていうことですね。これもね、これ最後のグラフですけど、これぜひね、はい、ご覧いただきたいんですけど、これ中国に対する投資なんですよ、はい、投資金額でずっと下がってたの、これ天安門事件とかで、もう誰も中国なんか相手しひんとなってたんですけど、天皇の訪中したタイミングからぐーっと増えて、本当ですね、はい、でこの時ね一気にね5倍になってるんですよ。これね日本が投資し始めたからなんですよ。なるほど。でこれが中国が反転攻勢して歴史的に昔の1000年前の中国を復活できる契機を与えたんですよ。でそれが分かってるから中国は今必死で日本に頼みますわと、あの時のようにもう一度っていうことなんですね。でちゃんといろいろおいしいことしてあげるから、でオリンピックも応援してあげるから、こんなちっちゃいちっちゃいこの辺の餌でね、ものすごい大きな被害を日本受けようとしてるんですよ、はい、ここはね本当に日本人が政治的に腹をくくれるか、あるいは目先の小銭、もうこの2000年の歴史から考えたオリンピックの数兆円だってはしたがねな話なんですよ、はい、そんなもののためにねもう対局を見失わないようにしてもらいたいんですけれども、はてさてこのね、はい、3つちゃんとやってくれるんですかね。ね、先生からメッセージということで菅さん、ね、お願いします、ね、今どうしてもコロナでしたりオリンピックでしたりそういった問題が ね、あの目の前にあるので皆さん集中しがちですけれども、うん、こういった ね、はい、やらはらへんのやったら変わって変わるんですか。もう変わって やらはるんかやらはらへんのやったら変わってぜひ皆さんこちら、はいはい、一緒に考えていきたいなというふうに思います、はい、藤井先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。次回の放送は7月10日朝10時半からです。ぜひご覧ください。先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。